こんにちは。日本ダイエット健康協会代表理事の古谷です。今回はダイエットスタンディング、立ち方ですね、同じ立ち方でもスタイルがよく見えるだけじゃなくて代謝がアップして脂肪が燃えていく、そんなスタンディング立ち方を勉強しましょう。皆さんこんにちは。今回はダイエットスタンディング立ち方です。鏡を見ながらまずご自身の姿勢をチェックしてみましょう。横を向いて、その時鏡を見た時にどのような姿勢をとっているか。よくあるのが反り腰と呼ばれるものです。このように腰が反ってしまっている状態ですね。そうするとヒールを履くと特にですが、ここが詰まって腰を痛めやすくなるので注意してください。またここを甘やかしているのでお腹ぽっこりの原因にもなります。これを美しく見せるために、また腰を痛めないように正位置に持っていきたいと思います。太ももに近い腹筋に力を入れて引き上げるように、ぐーっと鏡を見ながらまっすぐにします。この位置でキープするためには腹筋を維持します。こうすることでまずお腹がしっかりとへこんで見えて、かつお尻もキュッと力が入ってヒップアップの効果につながります。またこの時によくあるのが反り腰よりもこの首が前に出てしまうという形です。この形だとちょっとガランとした形になります。なのでたとえここが OK になったとしても、これではまたちょっとだらしない体勢に見えてしまいます。なので今正位置に戻した腹筋に、この上から上の部位をまっすぐに持っていきます。鏡を見ながらしっかりとチェックしてください。これで全ての体の全身のバランスが取れるようになり、腹筋と